はいどうも、英語講師の桑田真二です。本日も大谷翔平選手の英語インタビュー解説をさせていただきたいと思います。今回は大谷翔平選手の英語力がぐんと伸びたんじゃないかなというような一言があったので、 その一言を中心に解説させていただきたいと思いますそれではまずは実際のインタビュー映像を見ていただいてから解説の方をさせていただきたいと思いますそれでは一分三十秒の動画を見ていただきたいと思いますそれではまずは一分ほどの動画を見ていただきたいと思いますこちらです Play。So you excited about the all-star game? Yeah, sure Well one thing that's changed for sure You're not using your translator You've come a long ways learn the English, huh? I need it You need it. I need to translate. No, I, <laughs> I, I think it's amazing what you're doing. So here we are once again, pitching and hitting, and we asked we asked you last year which one you like better. Now we're a year later. Which one do you feel the best now? The same. Answers, answer's the same as last year. <laughs> I don't remember what that was. <laughs>

で、まず最初のシーンですね。オールスターゲームは楽しみですかという質問が来ましたね。このそうっというのは前になんだかんだ喋ったんですけども、まあそれを引き継いで、まあ繋げるための言葉で、あんまりね、何が適した役かっていうのは特にないんですね。まあ日本で、うん、そう、そう、ということはみたいな繋なぎ方でいいと思いますね。so excited about the all-star game という言い方ですね。はい、excited, excited。これは興奮させられているっていう意味なんですけども、これはそのままね、興奮させられている ますかっていう風に翻訳しちゃうと、ちょっとぎこちないですね。だから、楽しみですかぐらいでいいと思うんですよね。だから、オールスターゲームのことを楽しみにしていますかっていう質問ですね。はい、これに対して大谷選手が、Yes, sure って返したんですね。はい、今回の動画、ズバリここですね。この sure, sure っていうのが、すごくナチュラルに出てきてたんですね。で、y、yeah、e っていうのも yes じゃなくて、yes,、yeah, sure っていうね、すごい自然な感じで出てきたんですね。しかも、いつもはこの水原一平さんを返してから答えたんですけども、 今回は、この質問に対してね、彼の質問に対してすぐに、y、yes, e sure? っていうふうに答えれたということで、驚いたんですね。この言葉を聞いてもう一瞬で、あ見抜いたんですね。何を見抜いたか。次のシーン。Well? One thing has changed for sure. これですね。まあ、えー、っと、って、まずちょっとね、びっくりしちゃって、えー、っと、って、Well? って出ましたね。で、One thing。一つのことがありますと。何かっていうと、一つのことが、 変わりましたと。はい。for sure. 確かに。確かに、一つのこと、確実に変わったものがありますよと。いうふうに言ってるんですね。で、この時ちょっと面白いなと思ったのがですね、大谷選手の先ほどのこの sure っていうのを受けてですね、彼も sure を使ったんですね。one thing has changed for sure. 確かにっていう意味なんですけども、これね、北米でよく使われる表現ですね。for sure。普通だと、certainly とか、surely とか、確かにっていう使いたい時はそうやって使うんですけども、この for sure の方がよりカジュアル 言い方な感じがしますねで、これを使ってきたとつまり何かというと大谷選手のこのシュアがナチュラルでかっこよかったんで彼も使いたくなったんですね で、for sure っていうのを入れ込んできたっていうのと、まあ、あの、普通に考えてですね、確実に変わったものが一つありますっていうふうな言い方をするときに、for sure って普通に使うのでね、まあ、それを入れてきたと。二つの意味があったと思うんですよね。このあたりがアメリカンコメディとかね、アメリカンジョークっぽいなぁと思いましたね。言葉遊びをしてますよね。その後にですね、今後、一つだけ変わったものがありますと。注目を引いといて、その後に何が変わったかっていうわけですね。はい、続いて、not using a translator. あなたは、 通訳っていう英語は普通はインタープリティアなんですけどもトランスレーターというのは翻訳家ですね翻訳とこの通訳これどちらも使える言葉なんですね実はね辞書を引くとまず最初に翻訳って出てくるんですけども、まあ、広い意味では通訳も使えるよっていうことですねで「You've Come Longways Learning English, huh?」 あなたは come long ways 長い道のりたちですね。一つの方法とかね、道だけじゃなくて、いろんな道を来たんじゃないのっていう感じですねで。何をしてきたかというと、英語を学ぶための長い道のりをやってきたんじゃないのっていうことですね。まあこれを訳しまして、随分英語の勉強したんじゃないですかっていうふうに僕は訳しました。 はい。察するわけですよね、彼がね。この5年間ね、随分英語の勉強したでしょうということですね。まあ、5年いると、だいぶ英語慣れてくると思うんですよね。だいたいね、普通に留学する人でも1年ぐらい。で、高校留学とかでも3年ですもんね。大学留学で4年ですから、それより長い間いるわけですから。しかも、水原一平さんもすぐ横にいるわけです。すごいいい英語の勉強する環境にあったと思うんですよね。ということで、この Sure っていう一言によっても、すぐ、 察し入れたわけですね。かなり英語によく伸びましたね。っていうことですね。特にリスニングができていれば、だいたい英語できますからね、えー。その、まあ、彼が言っている言葉が理解できているということを彼が理解できたっていうことで、随分英語を勉強したんじゃないかなっていうことを察したわけですね。はい。じゃ続いて、I、need 謙虚なんですよね。基本謙虚ですからね。いやいや、それでも私は必要ですよっていうことですね。まあ、僕からね、もうおこがましいですけどアドバイスをするとすれば、ここの頭にですね、s てよ いう言葉を入れておくともっといいですね。まだ、未だにっていう意味ですね。still.still ですね。still ですね。b u t という意味でも使いますね。違ってるってね。しかしっていう意味でも使いますね。still, I need しかし、私はまだ必要なんですよっていう感じですね。で、you need って必要なのってちょっとね、ちょっとじゃれてるような感じでね。 言ってきてきますね続いて、I need translation. 私はトランスレーションが必要なしとが必要なんですよ。いやいやいや、n、no、ーっていう感じですね。続いて、でわははって笑いがあったと。Laughing out loud の略ですね。LOL ですね。日本語で言うと、わらわらわらにあたる言葉ですね。 はい、そして、I think it's amazing what you're doing. 思いますに、あなたがやってきたことっていうのは素晴らしいですよと。この5年間野球もそうだけど、英語も勉強してやってきたことは素晴らしいことだと思いますよっていうことを言ってくれてるんですね。だいぶ持ち上げてますね。でも実際そうですからね。はい、続いて。はい、じゃあ本当に聞きたいことがここから来ますね。So here we are. ここで、これ、ま、here we are で、we are here の、統治した言い方なんですね。here we are ね。here we go もそうですけど、go here とかね。そういう言い方が、こう、統治されている。inversion って言うんですけどね。これ何が目的かというと、注目を引きつけるため。次。 話をしますよっていうことね。聞いとけよっていう感じで使うんですね。だから、まあ、まさに当たることかなと僕は思いました。さあ、once again、もう一度聞きますけども、ピッチングヘディング。投げるのと打つのと。We ask you last year. 私たちは去年聞きましたよね。Which one do you like better? どっちの方があなたは好きなんですかっていうことを聞きましたよね。 また聞くのかよって感じですね。もう二刀流でやってるって言ってんだから <laughs>、どっちの方が専門家とかじゃないんですよね。彼はもう、このどっちもやるっていうバランスでいい結果が出てるので、どっちも好きなんだ。どっちもやりたいんだって言ってんだけど、やっぱ気になるんですよね。実際どっちの方が好きなのっていうのね。 まあ、視聴者の代弁者でもあるから、まあ、そういう質問が多かったんでしょうね。まあ、また質問が来ました。はい、じゃあ、Now we are a year later. はい、1年経ちましたけども、which one do you feel best now? <S Better s now? b e t を使わずに Best を使ってるんですね。この使い方正しいかなとは思わないんですけど、Better でしょ。Best をつけるとしたら、ザをつけないとダメですね。 Which one do you feel the best? なんかちょっと、なんかしっくりこないですね。もうベータの方がいいと思いますね。だってふ、二つを比べてどっちの方がいいかって言ってるわけだからね。二つのうちのベストっていう聞き方変だなぁと思うんですけど、まあ、交互ですからね。まあ、言い慣れた言い方なんで、まあまあ、ありっちゃありなんだろうな。ただ、活字にこうやってね、文字に表すと変だなっていうのが見えちゃうんですよね。はい。で、Which one do you feel best now? あなたはどれが一番ですかさあ。 言ってくれよと。このね、さっきの質問で、えー、十分なのに、もう一回追い込んでんですね。さあ、答えてくれよって感じでね。同じような質問を2個重ねております。さあ、どう答えたか。で、それに対して、水原さんね、どうやって訳したかですね。去年も聞きましたけど、ピッチャーとバッター、どっちが楽しいですかってね、訳してますけども、もうすでにもう考えてるじゃないですか。もう聞こえてるんですよね。意味はわかってん,んですよね。でも一応、 水原さんがここでやったね、通訳の出番が来たわけですよね。はい、に対して、楽しさは変わらないですね、っていうふうに言ってますねで。ピッチングとバッティングの楽しさは変わらないです。っていう意味と、去年と今でその楽しさの配分は変わらないです。どっちとも取れるんですよね。これがどう訳したかちょっと難しいとこなんですけど、見てみましょう。で、t が抜けてますけどね。まあいいんでしょう。Answer is the same as last year. is the 答えとしましては、去年と一緒なんですよ、っていうふうにね。 楽しさは変わらないですね。楽しさだから degree of excitement とか degree of enjoyment とかね。 いうふうに訳してもいいんですけど、それをまあ、意訳したんですね。答えは昨年と同じですね。こうすることで、去年の答えと同じっていうことによって、そのバッティングとピッチングの楽しさなのか、去年と今年の楽しさの比較なのか、わからないようにしてるんですね。どっちとも取れるような答えをそのまま訳したっていう感じで、かなり高度なことやってますね。つまり、はっきり伝えたくなかったっていう意思を組んで、訳したということですね。はい、それに対して彼は何と答えたかっていうと、I ボスですね。はい。何だったか覚えてないですよ。つって、はっきり言ってくれよ。って感じですよね。なかなか敵も去るものですよね。ぼかしているのに、こっちぼかしているのに、ちゃんと教えてくれよ。っていうふうに食い下がってくるんですね。この工房、なかなか面白いですね。では、昨年どういう工房だやったかちょっと見てみましょうね。将平対将平で対戦したら、どっちの将兵が勝つんでしょうという質問が来たんですよね。 それに対して何て答えたかというと、バッターじゃないですかねっていうことですね。こういうやり合いがあったわけですね。プロボディのヒー e ー。まあ、おそらく、まあ、ピッチャーとバッター同じような能力の人がやった場合、まあ、自分対自分の場合ですね。今回の場合ね。ただ、吸収とか、どこのコース投げがちとか、自分でこの癖を知ってるわけですから、それに対してバッターはアジャストできるわけですよね。だから、バッターの方が有利っていうことで、おそらくヒッターの方が 勝つんじゃないかなっていう風に言ったわけであって能力的にどっちが優れてるっていうわけじゃないんですよねこの場合バッターの方が有利だということなんですねつまり自分がどちらも自分だとしたねピッチャーもバッターも自分だった場合バッターの方が相手の手の内を知ってるので打ちやすいよということを言ってただけなんですけどもまあ受け手としたらバッターの方が楽しいとかバッターの方が優れているバッターの方が得意だという風な受け止め方をしちゃったんでしょうねだからこういう答えになったんですね It's hitting right? You like your hitting. って思い出したわけですね。実は忘れたんじゃなくて覚えたんですね。だから自分から釜かけに行ったんですね。いや、バッティングの方でしょバッティングってちなみに忘れ英語ですね。正しかヒッティングって言いますね。で、you like your hitting ね。あなたはヒッティングの方が好きなんでしょうってね。言わしたいんですよね。どっちだよってね。はい、じゃあ、どう答えたか。えー、打つ方でしょって、まず。 通訳が入って、それに対して、練習は打つ方が楽しいかな。はい、またぼかしました。<laughs> はい、これもう永遠に続きますね、おそらくね。じゃあ本当に多分ね、言いたくないというよりもわかんないんだと思う。どっちが好きとか、そういうのじゃなくて、どっちもやるもんだというふうにや,やってるわけですから、そういう選択肢をね、あの、どっちって言われても選べないので、まあ、状況状況で考えるしかないですよね。雨の日はピッチングの方が苦手とかね、練習に関しては打つ方が好きとか、こ条件を絞った上でどっちっていうふうに やっていいいいかななととと答え出ないということで、自分的に練習においてはという、ね、条件をつけて打つ方って言ったんですね、全体的にバッティングの方が好きというふうな明言は避けたという結果でしょう。 とは言うものの、一応打つ方が楽しいとか言っていたので、この記録を残すことによってですね、もう同じような質問をしてあげないように、ぜひともお願いしたいなと僕は思います。ヒッティングとピッチング、どっちが好きという概念がないわけですから、なかなか答えるのは難しいんじゃないかなというふうに思います。はい。非常に今回、高度な攻防がですね、この短期間で盛り込まれてなっていうことがわかりました。はい。ということで、今回の解説は以上となります。今後もこういった解説をちょくちょくやらせていただこうと思いますので、興味のある方は ぜひともチャンネル登録と通知ボタン、ベルマークをオンにして次の動画のアップロードをお待ちいただけたらと思います。ということで本日も最後までご視聴どうもありがとうございましたそれではまた。